やっていきますよ。結果この地方はとてつもなく難易度が高いというわけだ。ドローン準備完了。でね、地下のデータセンターに侵入するということだったけど、ここを見る限り昇降機っぽいものがあるから、多分こっから下に行けるというのと、入り口がね、その、見る限りユニダットの車じゃないと開かないよって感じになってるけど、これ横多分登れそうな気がするんだよね。金網というか、まあ鉄線張ってない部分があるから。だから、あ、待って、車両だ。戦闘拠点、うん、ここ登れるね、うん、登れ、あ、これ無理だ無理だ無理だな。車両、あ、車両接近中、車両接近中。来てるね。いや、来てるけどな。あ、ちょっと警戒したな。あれ、なんで光線中になってる。なぜに。あ、切れた。どっか穴開いてない。この辺開いてない。絶対開いてるじゃん、どっか。これファイト一発的なことでやればいけるでしょう。まあ、あ、あれあ、あるじゃない、あるじゃん。あ、違う、登る場所違う。ちょっと待って、まだ。いや、上は全体的に索敵したから多分こんなもん。地下はっ、やった、ナイス。で、地上はあと2人だ。うん、あ、やべ、こっち来てる。おお、あの、警戒してくれませんか、少しは。いやー、ナイス。地下に潜れ、地下、こっちだ、こっち。データセンターがあるかもしれない。どこに続いてるか調べてみよう。あ、暗いな。ここか。あ、しゃべり声する。お。まるでお前みたいだよ、走って登ってきて。いや、まるで警戒せずに。レインボーではね、もうちょっと警戒するんだけどね。同じぐらい警戒してギリースーツみたい。これギリースーツだよ。硬すぎ。こういうやつは硬いから。待って、ハンドガン4発ぐらい必要だ。あー、でもまあ OK、 クリア。よし、さて、ここのどっかにメインデータサーバーがあるはず。ほう、あ、これっぽいな。あ、違う。ユニスーツだったパティーンか、わら。あれだけ金があるのにしょぼいメダルだな。まあ、ギリスーツって言ってもこれカスタムっていうか、まあキャラメイクで選べる水草みたいなもんだから、うん、ギリスーツ草完全にギリスーツだよっていうわけ。おい、爆発したするな。よし、ちょっと手分けしてメインサーバーを。サーバーつ、あ、何、どこかは分からないんだ。どっかにあるはず。ギリースーツ着たら最後だと思う。いやー、でもギリースーツ着たかったもん。かっこいいでしょ。メインで、んー、どれだ、あれか。なんかここ暗いね。え、ん、うん、あれ違う。あ、あれだ、上だ。あ、本当だ。メインシステムにアクセスできる端末だ。
ハッキング。入れた。ファイルをボーマンに送られた。2分。おお、ドンパチか。おっと、お客さんが来るぞ。じゃあ俺は。データ転送中。防衛線を維持する。適当に地雷仕掛ける。あ、こっちだこっち。こっちも来てる。後ろもか。待って。いや、警戒中ってこれ無理でしょ。身を隠しながら戦え。え、車も来んの？うひもう一人来るのか。お客さん右矢印最後の人生の時。こいつ隠れて。今やりに行く。いや待って、硬すぎ。全然ダメだ。待って、今そこなら助けに行ける。オッケー。これダメだね。三人称だったらばらけまくって全然当たらない。三人称は当たらないと思うよ。くらえ。あ、左からも来てる。でもね、これ FPS 視点すごいやりづらいんだよな。そうかい。うん。ある程度ね、スキル得ないと。三人称もね、当たりにくいと思う。うん、車両来るぞ、車両。精度上げなきゃね、来るね。ちょっと HDI で車両爆破狙うか。うん。あ、降りてんのか、あの辺で。こっち来るぞ。うん。あ、あと5秒だ。まあ、全然いけるじゃん。この勢力の手はみんな硬いから見つかると本当厄介ですよね。そうだね。ユニだとみんな硬いもんね。もう来てるな。先に倒すか、来たら。うん。うわ、車。オッケー。わあ。HDI こんな強い。むちゃくちゃ強い、ね。その一発で死なない。俺たち買いかぶってたんじゃないのこの武器。音でけえからダメだなって言って。やばいねそれ。いやちょっとここだとね M40 全然倒せねえわ。おお、新車両。あ、一発じゃダメだ。 OK ナイス。グレネード。敵硬すぎね。 OK。おい、巡回レベル5になってるぞ。マックス。いや、逃げようぜ。この車乗れ。ハリハリ。おい。おい。おお。これなんて長い。うわっ。おい、おっと。いや、突破して。あれ、なんか見覚えのある場所。お、待って待って、一回脱出しよう。ユニダットの汚れ仕事を知りすぎたことでバロに投獄されたみたい。自由にしてあげれば元上司の秘密を打ち明け。あれ、車両なら何でもいいんじゃん。そうだね。それと私たちがユニダットに以前から潜伏していた。その警戒レベルまで来ちゃうともう再現なしに来るんで身を隠した方が良いで。あのユニダット警戒レベルマックスになったらね、再現なく追ってくるからね、逃げた方がいいですと。待って、ヘリ来ましたわ。逃げるっつってもな。待って、あのヘリ撃ち落とすか。あ、オッケー。オッケー。強強。HDI 強。そして待って、まだ来てる。大量に来てるぞ。やばい。これ巡回レベル絶対1じゃねえだろ。ほんと1なんてレベルじゃない。第3次大戦だ。ここが第3次大戦か。
落ちろ。よし、逃げるぞ逃げるぞ。レベル3だ。乗り物、乗れ乗れ乗れ。遠い、迫撃砲降ってくるぞ。大飛、どこかこのまま逃げる進行方向で目星いいものはないかって、そんなこと言ってる場合じゃないな。目星いいものこれ、無理無理。じゃあカルテル助けて。撃ってきてる撃ってきてる。お、当たった。全然巡回レベル解けない。うん、ちょっと発砲停止。あ、あ、あ、これこれ逃げれるこれ。あ、前方からも来てる。いやひでえなここ。ここおお、バレること許されないとこじゃないここ。でも今のストーリーミッション絶対バレるじゃん。うん、いや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 、うつな。あ、もうカルテル、カルテル助けて、かくまって。ああ、わあ、あ、爆発した。いややばい、死ぬ。出ていけねえ。頑張れ。これ生き返っても生き返らなくても地獄だわ。本当な。あ、ボーナスメダルだわ。おい。あー、車両来てる。まあ俺はちょっとか、隠れたい、痛い、危な、危ない。隠れて隠れて。兵士がたくさん来てる。初見、初見さんいらっしゃい。これはもう1回2人とも倒された方が楽な気がしょう。極論、これはもう1回2人とも倒された方が楽。本当な復活。はい、お、いやでも確かにそんな気がしてきた。これヘリ何機ぶっ飛ばしても。うん、せい、なん、なんぼでもだって増援来る。ほんとな、無限湧きだよ。 OK、 だいぶ減ったでしょ。全部やった。この乗り物奪っていくか。後ろの基準につけ。はい、あ、ヘリ大量に来てる。またちょっと待って待って、ヘリ落とすか。ガンダース上向けねー。あ、これじゃねえ。おお、おお、よし、おお、マックス。リロードリロードリロード。よし、逃げよう逃げよう逃げよう。うっそ、まだ、うわ、ヘリ落ちてきた。ははは、あー、やばい、重たい、重たい、処理がやばい、やばいやばい、やばい、あー、やばい。なんて日だ。クソだな、もう。逃げたいのに逃げない。ロチャ村どこだそりゃ。お、すげえすげえすげえ。あ、キーだー。こんばんは。あ、車、車行った。あー、ダメだこれ。ひでえ、ひでえ。はい、哲学学さんこんばんは。何、さっきのストーリーミッションクリアしたらもう死ぬっきゃねってか。クソだな、マジで。これ武器回収するのも簡単にはいかないよ、ここ。ほんとな。だからとりあえずね、全部ストーリーミッションクリアしちゃおう、先に。おう。
解き返しはその後だ。あ、スキルポイントある。いやでも、いないな、うん、HTI はすげえ強いということが分かった。気をつけろ、ユニダットの巡回兵が近づいてる。ユニダットのヘリが巡回してる。おい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 、今日はどこの地域ですか？今日はですね、ここはユニダット天国のね、フロルデオーロという地域に来てるよ。これが表彰メダルか。まるでシリアルのおまけか。さっきまでね、もうとんでもない戦闘を繰り広げていたんだけど。さて、ね、お次のストーリーミッションはじゃあ近いからこちらにしよう。ここはね、うん、完全ステルスだ。ここも。ユニダットに潜入している味方の正体。完全ステルス。乗り物に乗ること自体を極力避けた方がいいかもな。あ、そういう。よし、ちゃんと索敵だ。おい。ドローン飛行中。塔にスナイパーがいる。新たな敵を発見。ああ、ここも塔があるわ。二人目のターゲットだ。ターゲット発見。なんかユニだと作りがちゃんとしてるもんな。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。おっとっと。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。海岸沿いにもいる。おお。自分は今日はコアニとその右側の地域の武器を回収してました。ほうほうほう。じゃあ俺こいつやりに行くわ。大丈夫？大丈夫、誰もいない。サプレッサーを忘れるな。おお。じゃあちょっとね、海岸沿いの敵。ターゲットは排除。おい、兵士が複数。よし、見えないバンカーの中だ。オッケー、こちらのスナイパーをやるわ。オッケー。銃機関銃を持ったユニダット兵だ。どこだ？排除。あ、待って、あいつらは全員こっちに向かってんのか。お、あ、上登っていくのか。そっちに向かっていくぞ。気をつけろ。ああ、こっちか。あともう一人がいた、いた、いた。ああ、こいつも上登ってくるな。注意。上登ってくる。こいつ、こいつ。気をつけて。ああ、はいはい。うん、この3人とも全員上向かうわ。行かせてあげよう。はい。この中にいるやつは寝てるのか、起きてるのか、起きてるのか。うん、起きてると思う。あ、待って、さらにもう一人上に向かう。おお。オッケー、この建物の中にいるやつを倒すわ、うん、え、なになになに、なんで後ろ、え、少しでも動いたら命はないぞ。分かった。後ろのやつ振り向かえんなよ。振り向いたのかよ。こっち見やがった。あ、本当だ。待って、二人ともじゃあやろう。オッケー。今だ。うっそ。お？あ、いや、上警戒してるぞ。いや、主人公はクリアもう大丈夫だとか言ってるし。そんなわけないじゃん。そっか、隠れよ。あ、気づかれてるわ。ああ振り向いたの突然。また振り向いたわ。なんで突然振り向くかな。おお、気まぐれなやつだな。今度真正面からのリスポーンだな。だね。そのさ、対応する乗り物でドローン展開入るというのはさ、うん、
ターゲットはユニットの協力者であることは確認。車なら何でも OK って感じだった。だけど一般車両で入ってったらそりゃ怪しむよね。竜王との砂を取りました。いや敵バカだから大丈夫大丈夫。校内からクソだったぞ。ユニダットにアメリカ人のスパイ何人いる。なるほどそうか。え、フルオートの砂なんてあんの。いやそこは無理だ。やば、例の山の小屋でお茶を。砂じゃないじゃんそれ。それ砂じゃないよね。もうフルオート砂ですと。俺たちの味方なら助けろって言われても文句は言わない。そうだな、情報屋と隊長両方始末するぞ。ああこいつが確保すべきスパイだ。最小限倒して入り口に接近するか。おう、ちょっとね、あの監視塔のやつがねこっち見てくるんだよな。ちょっと離れながら接近しよう。ダメは HPI の半分以下だったかな。おお、こっからじゃ無理だな。直接向かった方がいいな。うん、よっと行ってくる。オッケー。ターゲットから遠すぎる。何それ。え、何それ。あ、尾行するの。あ、何もう出始めんのもしかして。あ、そっか、わざわざここ入る必要ないんだ。じゃあやべえやべえ、逃げてる逃げてる。この車あるね。ああ、ああ、あ、尾行なのかよ。間に合わない。失敗。トリガーにセミとフルの2種類ありました。じゃあターゲットの様子をとりあえず黙って見てろと。そうだね。じゃああのエリア内でスパイを発見したらもう、すみません、ありがとうございます。出てくるのを待てばいい。うん、うん、もしかして MK14 ですか。検問所の付近、新手の敵だ。ターゲットがユニダット内部の協力者であることが確認できた。サンタブランカの情報へと導いてくれる。なあ、あ、この会話はこいつのものだったのか。この間のはクソだったの。ユニダットにアメリカ人のスパイ何人いる。なるほどそうか、1万ドルだ。あ、待って待って待って、あいつはやっぱり処理した方がいいな。い、上のやつ、上のやつ、上のやつ。ボーマンの調合員は何人いるんだろうな。倒せる。ちょっと待って、ドローン助けろって言われても文句は言わない。そうだな、ドローンで調合員と隊長両方始末するぞ。いけそうだよ。ノイズ鳴らしてもうちょっとこっちに接近させるわ。ちょっと後ろ下がれ。もうちょっと前出ないか。あれ以上出ないっしょ。 OK、 あとは出てくるの待つか。捕まってろ、俺が運転する。あ、出てくるよ、乗って。うん、ドローン、うん、今車に向かってるね。オッケー、あ、乗った。オッケー。お、うん、でもどんな SR 見つけても結局 M40 に帰ってくる。あ、あっち行った。シャッチングな。ちょっとここユニダットいるから全速力で通過。そっか、基地制圧なんかじゃなくてよかった。うん、
ドローンで、ドローンでなんで一緒に追っかけてるの。ドローンが飛んでる、ね、いや暇だ。そっか、操作主も並行して移動してるから電波が途切れないのか。そう、充電が続く限り。この作品の M40 は BF4 のよりも遅いからちょっち感覚が狂う。あ、入ってったね。スキャン積まれてる物資は反乱軍の役に立つはずだ。届けてやろう。もっと物資も発見した。あ、違う違う、まだそっちに行くのか。ここで止まるわけじゃないのか。そうですね、MK14 ですね。ちょっと警戒されたけど。あ、問題ない。大丈夫。あ、その噂のフルオートのスナイパーっていうのは MK か。MK14 か。ああ、14か。17じゃないの。それは多分、なんだろう、スナイパーというよりかは、セミオートライフルという方じゃないか。まあでもスナイパーっぽいっちゃスナイパーっぽいけど。おお、あれちゃんとフルオートもついてたのか。ヘリダット来そう。ヘリダット来そう。ヘリダット。あ、ここか。ここさっき来たぞ。わざわざありがとうございます。あ、カルテルだ。カルテルのところ。なんか見える？いや、外はこんなもんかな。カルテルの情報屋を排除するになった。あ、なんだ、今度は排除か。排除だ。え、もうやれるよ、あれ。サンタブランカの情報屋を確認。いや、とりあえず情報屋だけ、まあ、取っておこう。え、取っとくの。うん、もしかしたら殺しちゃいけないやつかもしれないし。ターゲットを排除。え、なぜ警戒されてる。あ、カルテルは、カルテルがここまで楽勝だとは思わなかった。奴らの幹部が逃げようとしてる。いや、ほらほら、捕まえて捕まえて。こっちの処理はやっとく。あ、排除だった。確保は無理です。オッケー。ターゲットにモロ排除って出てる。排除じゃないわけないでしょ。ちょっとね、不信感のようなものが。いや、疑いすぎ。よし、とりあえずオッケー。ここの地方難易度高いせいか、ちょっとあれだ、数も少ないな。ああ。よし、次はね、下の方を